you gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I need, I. All I ever need is here with you. This place where we can go, where it's all. 皆さんこんにちは、ケンです。マミです。今日は私たちのメインカーのご紹介をしたいと思います。 YouTube 始めた最初の方に、まあ、キャノンデールとクォーターそれぞれご紹介させてもらったんですけど、はい、まあでもあの時はね、動画編集レベルもなんかちぐはぐな動画だったから、喋りもたどたどしかったしね。あの時は喋りもね、微妙な感じだったんで、リメイクで、まあその何ヶ月だ、ちょうど5ヶ月ん半年ぐらいじゃない、半年も経ってないでしょ。1,2,3,4,5,6 半年、ちょうど半年前に撮影した仕様とはまたね、見て分かるように全然変わってるんで、それもちょっとちらっと紹介できたらなと思います。で今回はもうその以前に動画キャノンデールとクォーターそれぞれ撮ってるんで、まとめて、ケンマミのメインカーを、メインカーじゃない、ケンマミのメインバイクを、メインバイクをご紹介したいと思います、はい、まず一応メインバイクに乗るときはこういう風に、僕がグリーン、私はピンクっていう風に色合わせはボトルケージも含めしております、じゃあまずは私のキャノンデールから紹介したいと思います。さあ行くぞ。はい、まずは私のバイクから紹介したいと思います、こちらなんですけど、キャノンデールのスーパーシックスエボハイモッドのフレームになります。こちらのフレームカラーなんですけども、2016年のジャパンカップ優勝記念モデルとなっておりまして、16台しかないフレームカラーになります。なんで非常に珍しいフレームにはなります。どうですかこの色。剣っぽくはないなと思ったけど、でもあまりにも一目惚れするから。そうですね、であの時には寄ってなかったんですけど、購入秘話を言うと、まあ、当時ドマーネ1台でロードバイクを楽しんでる中で、まあちょっとレースにも参加してみたいなと密かに思ってた時期でして、まあ、これをですね見つけた時に、たまたまフレームサイズも、まあ、私174センチなんですけど、フレームサイズもぴったりだったし、何よりこの蛍光色がめちゃくちゃかっこいいなと思って買いました。なるほどね、まあこれも一目惚れっすね。まあご縁があったって、まあご縁があって今手元にあります。仕様はほぼほぼ変えております。ほぼほぼ変えております。フレーム、フォーク、シートポスト、あとこのクランク、チェーンリング、それ以外は全部変えております。でまずご紹介すると、ハンドルが 3T のエアロノバっていう、カーボンエアロハンドルを装着してます、これは知ってる、変えたの知ってるよね、でステムなんですけど、ステムはボントレガーの、プロステム、アルミの軽量モデルのステムになります。でこれをした理由なんですけど、先日のトレックの動画を見ていただいた方は分かると思うんですけど、ここに GoPro のマウントだったり、まあ、ここにボントレガーのアクセサリーを、なんていうかな、すっきりつけることができるブレンダーシステムに惹かれておりまして、まあ、レッグマウントとかいろいろあるんですけども、まあ、ステム一体型のブレンダーマウントをつけたくて、ここはキャノンデールなんですけど、ボントレガー、まあ、ボントレガーっていうトレックのトレックのりが多くつけてるやつになるんですけど、を装着してます、
一応ここもコラムはもうレース仕様にしようとしてたんで、うん、コラムもカットしてます。もう結構低いです、ポジション的には、うん、ドマーネと比べると。なるほどね。はい。でボトルケージはタックスの、これなんだかな、タックスのボトルケージを使ってます、うん、でカラーにフレームカラーに合わせて緑とマットな黒、うんのものを2個装着していて、まあ、ここもアルミボルトもちょっとカラーのやつに変更してます。でサドルは以前の動画で紹介、以前の愛車紹介動画では、S ワークスのパワーサドルカーボンがついてたんですけど、うん、今はこのフィジークのサドルに変更してます、うん、サドル側はカーボンなんですけど、シートレールはキウムレールっていう、要はカーボンじゃなくて鉄、うん、重たいってこと？うん、だからパワーサドルより価格も安いもの、うん、あれすごい軽かったもんね、うん、を使ってます。なんかどうもパワーサドル僕に体に合わなかったのか、なんか今フィジークの方がどちらかというと乗り心地がいいです。すごい個人的に痛い痛いってしてたもんな。そう、サドル沼にはまってて、最終的にファブリック、ファブリック、ボントレガー、スペシャライズの S ワークスで、今フィジークで落ち着いてます。でペダルはアルテグラ R8000 をつけていまして、ここかブレーキは、ブレーキもアルテグラの R8000 をしてます、使ってます。でリアルコントロールレバーとリアディレイラーとフロントディレイラーは完成車でついていたアルテグラの6800系のものがついてます、うん、でここの3つについては、まあ、例えば次のデュラエースが出たりとか、うん、次のアルテグラが出ます、うん、R8000 のアルテグラの次のやつとか、うん、9100のデュラエースの次のやつが出ればつけようかなと、変えるタイミングかなと思って今は6800で、うん、その時はじゃあキャノンデール改造計画ですかね。まあそうだね。でただこれはですね、プロショップに全部オーバーホールからメンテナンスからお願いしているものなので、多分自分ではしません。これはもう本当にレース機材にしたいと思ってるので、レース出るか分かんないですけどね、うん、こっちについては今後は自分ではいじらないようにしてます。レース機材をど素人がやると、まあ、うまくやってるとしても、ね、多分もう経験も違うし、うん、何百台ってやってるから、うん、じゃあ何千台って、うんうんうん、もう絶対にこっちは任せようと思ってます。以前の愛車紹介ではキシリウムプロ UST がついてたんですけど、まあ、知っての通りこれがコスミックプロカーボン SLC です。よくそんな覚えれるわ。リムが全部カーボンのものになります。なのでシューもマビックのカーボンリム専用の黄色いシューがついております。でタイヤはパワーリンク、グリップリンクっていうのがついてたんですけど、以前動画で紹介したようにパナレーサー最軽量であるジラーっていうものがついてます。ちょっとジラーのレビューまたしたいと思うんですけども、まあ、何ヶ月か使ってる中で結構転がるもので、コスパいいとは思ってます、うん、あとはアクセサリーとかはボントレガーのライトで揃えていたり、サイコンはずっと 820J、 ガーミンの 820J を使ってます。プロケはアルテグラの6800で1128ですね。でお気に入りのスパイダーリング3625で、そのスパイダーリングに合わせたかのような今日のファッション、今日のファッションスパイダーマン。そうですね、動画でも言ってるんですけど、このキャノンデールの中でこのキャノンデール純正のこのスパイダーリング、これですね、これがすごい好き、超かっこいい。これはでスパイダーマン、最後にバーテープはスパカズを使ってます、うん、スパカズでエアロハンドルを生かすようなバーテープ巻きをしております。でこのキャノンデールの乗り心地はどんな感じ？これはもう本当なんだろうな、軽い軽いとにかく軽い、とにかく漕ぎ出し軽い感じがする。
うん、今までそのマビックのアクシウムとか、うん、ゾンダとかキシリウムプロとか今コスミックプロカーボンつけて乗ってるんだけど、なんか漕ぎ出しは軽いんだけど、なんだろう、このフォークとかフレームの特徴なのかもしれないけど、ちょっとなんか乗り味柔らかい感じがする、うん、柔らかい感じがするんで、こういうカチカチのマビックのホイールを悩みなんで買いました、うん、し、あとこれからやりたいこともあって、ここのコラムスペーサーもなんかアルミの素材にして、もうちょっと合成を上げようかなとも思ってます。硬くしたいわけ？もっとカチッてしてもいいかなって正直思ってて、うん、なるほどね、うん、これでもだいぶカチッてなったんだけど、うん、完成車の状態はちょっとグニャって、うん、グニャって表現も変なんですけどね、柔らかく感じた、うん、それでもやっぱエントリーカーボンロードのドマーネ S4 より踏んだらスッて軽く進むんだけど、うんうんうん、あのドグマとか、うん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 、カーンとか、うん、なんかまあいろいろ乗ってきたんですけど、やっぱその特にドグマ、うん、ドグマ乗った時のあの踏んだら一瞬で進む、うん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 、あの感じをこれで出したいと、出したいけど出したいけどまだそこまで行ってない感じがする、うん、なるほどね。ホイールが結構影響してるんだけど、うん、そんな感じでキャノンデールの紹介でした。続いてはクォーターの紹介です。こちらはクォーターのクレヨン2017年モデル。なんでこのクォーターを買ったんですか？可愛いロードバイクが良かったから。あ、うん、そのポイントは可愛いと思った。可愛いと思ったの、うん、色かな、やっぱり。あ、なるほどね、うん、いろいろあのほら最初連れてってもらったやん、ロードバイクを買うにあたってロードバイクの置いてあるところに、うん、で可愛いなと思うやつはあったけど、色があんまり好みじゃなくて、うんうんうん、で逆にピンクのロードバイクってないんですかって聞いたら、これをおすすめされたから、ピンクのロードバイクってなかなか確かに見ないっちゃ見ないかもしれない。うん、なんかカスタムとかで色選べるやつとかはあったけど、うんうんうん、ね、でこのクォーターを選んだと、うん、なるほど、ね、まあ一番のポイントはそこになります。性能とか分からんし、うん、機材とかも分からんし、はい、はい、でこのクォーターはですね、まあ、フレームもフォークもカーボンモデルで、特徴は見て分かるようにシートポストとか、うん、ここフォークとか見てもらうと分かるんですけど、エアロ形状になってます。まあ、購入当初からですね変わってるのは、とりあえず、まあ、ハンドルとステムは変えてません。サドルも変えてません、うん、でこのクォーターなんですけど、まあ、サドル変えたかったんですけど、うん、なんか鉄のレールじゃないとこのヤグラがなんかそういう仕組みらしくて、うん、カーボンレールが付けれないんですよこのモデル、うん、だから今サドル本当は変えたいけど完成車のままです、うん、でコンポーネントは基本的には完成車についてた5800系の105が付いてます、うん、で変えたとこっていうのは、まずそうだな、これか、改造系クォーター内緒で改造参照なんですけど、ビンディングペダルは私のよりいいやつでデュラエースがついてます。今のデュラエースのペダルがついているのでよく回ります。はい、ホイールはまあ私のついてたやつになるんですけども、キシリウムプロ UST、タイヤがチューブレスのモデルですね、うん、結構軽くて、うん、まあ、正直コスミックプロカーボンとそんな変わりないですよ走りは、うん、重さも 1400g かな、2つ合わせて 1400g ぐらいですし、うん、違いはそのリムハイトぐらいだから、うん、本当にあのこのハブは確か一緒なんですよ、うん、でこっちが13万ぐらいで買えて、あっちが32万ぐらいだとしたら、うん、こっちはすごいコスパいいですね。しかもチューブレスだから乗り心地もいいし、うん、このホイールは僕多分一番おすすめ、うん、まあ、ゾンダもゾンダでいいけど、うん、ゾンダもいいんだけど軽い気はする、まあ、確かやっぱゾンダの倍踏み心地、うん、ゾンダの倍するだけあって、うん、
こっちの方が絶対に何だろう、登るよね、うん、山とか、うん、登りとかは楽だなと思った、うん、ただゾンダのハブの方が回る気がする、うん、こうやって、ね、こうやって回したように、うんうん、カンパニョーロはなんかよく回る気がする、うん、マビックはそこら辺がなんかあんましかな。ボトルケージはボントレガーのトリプル X っていう最軽量のボトルケージがついてます。アクセサリー類、サイコンとかライト、フロントギアはキャットアイで統一してます。あとこだわりポイントはそうだな、ピンクだね、ところどころピンクが、このバルブキャップとか、うん、小物がね、あとチェーンワックスとか、うん、これ可愛いよね、うん、なんかインスタでも私のマネしてくれた人とかが、あ、本当いました、コメ、なんかタグ付けしてくれてた。チェーンワックスは長距離乗る人はそんなにおすすめしないけどな、俺は、うん、まあでも見た目すごく可愛くなるし、まあ、パッと見ね、うん、チェーンワックスは汚れとかすごい、なんていうのかな、掃除は大変になるんで落とすとなると、うん、まあ、最初から色付きのチェーンを買うとか、うん、うん、なるほどね、っていうのも本当はおすすめだけど、うん、簡単に、うん、まあ、気分によって色を変えたいっていうんであればチェーンワックスはすごいおすすめかな、うん、バーテープもピンクのスパカズを使ってます、うん、以上がクォーターの紹介です、うん、乗り心地とか、うん、どんな感じ。まあこれしか乗ったことないからあんまり、うん、ちゃんとは。でもこれまでに例えばドグマとかクォーターのカーンとか、試乗程度、いろいろ試乗程度はしてきたじゃん、うん、まあでも試乗車はちょっとの距離しか乗ってないから分からんけど、なんか進むなとは思ったこれより、うん、でも、うん、これはこれでやっぱり慣れてるし、サイズが体に合ってるから乗りやすいし、もうこれ、うん、スピードも出るし登れるし、長距離も行けるし、うん、まあ、これでね160ぐらいも走ったし、ね、うん、マックス、うん、まあ、そうですね、僕も乗らせてもらってるんですけど何回か進む感じはする。あ、って言ってた、うん、最初に思った率直な感想、ホイール変えても何変えても、うん、スーパーシックスエボより進む感じがする、エアロ形状、まっすぐ進む感じがする、うん、平坦で、うん、そういうイメージがあります、ね、まあ、ただやっぱそのなんだろう、重量とか関係してくるからあれなんだけど、うん、山とかだと、まあ、キャノンデールとかの今もスーパーシックセブンの方が上がって、まあ、軽いからねフレームが、うん、でも私も今度エアロロードがいいなと思ってて、こういうシートポスト形状とかすごい、うん、こう合わせなくていいしね位置。あ、そうよね、それがいい、まっすぐ行くから、そう、それはいいかもね。まあそこら辺ちょっと魅力ある、このフォークもかっこいいし、うんうんうん、そうだね、結構かっこいいと思います。はい、こんな感じで、今日はケンバミのメインバイクの雑談、はい、紹介&雑談コーナーでした、はい、ご視聴ありがとうございました。はい、ぜひともチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それでは、バイバーイ。